議論はいろいろあると思いますけれども、この多様な道筋の必要性、日本やアメリカなど14カ国が参加する新たな経済圏構想、IPEF ・インド太平洋経済枠組みの閣僚会合が13日、サンフランシスコで始まり、貿易分野では妥結に至らず、協議継続を確認しました。 14日の会合では、クリーン経済と公正な経済分野で妥結を目指します。